ドロンコ祭りは全国各地で行われる水田にて泥まみれになりながら行う祭りである。もともとは神事として行われていたものが多いが、今日では次第に集客イベント的な要素も帯びてきている。また、その変形として泥谷てサッカーを行うドロンコサッカーも各地で夏のイベントとして行われている。愛媛県南部の西吉にて行われる 田植え休みのユニークな祭り、奥伊予の記載、お田植え祭りとも呼ばれる。2000年に愛媛県の無形民族文化財に指定されている。例年7月第1日曜日に実施。2010年は皇帝駅の余波で名物の白柿の主役の牛の確保が困難とのことで開催は中止された。2017年12月に来年休止を発表、理由は 担い手や牛確保の困難である。1881年頃から、現在の西予市白川町土井にある、三島神社のお田植え祭りとして行われていたものを、村おこしの目的もあって、盛大に行われている。もともと、五穀宝上無病息災を神に祈るとともに、田植えが無事に終わった喜びを分かち合い、農作業の労をねぎらう行事であったと言われる。 ハプニング、動きのある祭りであり、シャッターチャンスを狙うカメラマンが多数訪れる。写真コンテストも開催される。普段は、のどかな山村であるが、この日は5000人余りが訪れ、賑やかな1日となる。祭りは、三島神社脇の神田で行われ、田植えの順番に従って、牛による白柿から始まり、あぜまめ植え、三倍おろし、さおとめ踊り、お田植えの順番となっている。 以下、それぞれ述べる。あぜ豆上後半、さおとめ踊りお使い同士ホームページわかむ八幡宮ホームページアーカイブド2015年2月25日、アットザウェイバックマシン、ウェブコーチえひめ無形民族文化財えひめ、新聞オンライン。ありがとうございます。